県が2028年度の開学を目指す県立大学について、基本構想を具体化する専門家チームの初会合が開かれました。オンラインで開かれた県立大学専門家チームの初会合には、リーダーで立教大学経営学部長の山口和典教授と、今日県から委嘱を受けた共に佐賀市出身で慶応義塾大学の伊佐貝義則教授、広島県公立大学法人英啓大学の相田義信教授が参加しました。とにかく現場を徹底的に大事にするというのが私のモットーでございます。今までの経験や知見が何かのお役に立てれば、地域の皆様のお役に立てればということを願っております。立教大学というところの公立大学の設立の一連の準備であったり、その開学、そして事業の立て方、大学の運営というところに深く関わってきましたので、そういった経験もですね、今回のプロジェクトにうまく貢献するように生かしていきたいというふうに考えているところです。専門家チームは2028年度の開学を目指す県立大学について、県と議論をしながら基本構想の具体化を進めていく組織です。初会合では、県全体を学びのフィールドにすることで、県内企業や地域への相乗効果が広がるのでは、高校と連携した新たな入試スタイルを検討してはなど、大学の特色について1時間程度議論したということです。県立大学をめぐっては、明日から3日間予定されている県議会の一般質問でも議論が交わされる見通しです。